今日本当はオートポリス走行予定だったんですが、見事雪が積もってて走行ができませんでしたので、車の方に来ております。まあ積載車とかに乗せるつもりだったので今日はもう、一昨日からになるのかな、カーカバーをかけずにそのまま置いてたんですが、まあ見事3回目の天候不良でですね、走れませんでしたので、まあしょうがないかなと、また気持ちを切り替えて予定を組んで走りに行きたいなと思います。今のところ勤務表とオートポリスの走行が被るところが、いい具合なところがなかったので、まあちょっと次も、いつになるかがまだ未定なんですが、まあそのうちまた決めてですね走りに行きたいなと思っているところです。またですねエンジンとかかけて、ちょっと車の向きとかを変えてですね、また戻りたいなと思います。
エンジンもかけてですね、換気をしましたので、本来ならオートポリスを走ってる頃なんですが、まあ天気ばかりはしょうがありませんので、また気持ちを切り替えて、勤務表とにらめっこしながらですね、コーススケジュールとですね、見ながら考えていきたいと思います。まあ次回がちょっと本当にいつになるかがわからないんですが、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。